おはようございます。今日の話は可動域を広げようという斉藤隆さんの本の中から、可動域を広げるためにという話です。どうも日本人は視野が狭いなど自重気味に語られることもあります。閉鎖的だとか下国根性だとか遊び心が足りないとか、要するに頭が固くて可動域が狭いというわけです。でも本当にそうなんでしょうか。私はむしろ日本人は意外に可動域が広い民族ではないかと思っています。極東の島国だからこそ日本は海外の動向にも敏感に反応し、いいものを旺盛に柔軟に取り入れてきました。それを象徴するのは食文化です。世界中のあらゆる料理を、しかもかなり高いレベルで食べられる国はおそらく日本以外にないでしょう。それはひとえに各国の食文化を貪欲に吸収し続けた結果です。単に輸入しただけではありません。例えばカレーにしてもラーメンにしても独自のアレンジを加え、無数のバリエーションを生み出し続けています。それは作り手の感度の高さだけに由来しません。消費者である私たちの旺盛な食欲、新しいメニューに対する好奇心、より美味しいものを食べるためなら時間もお金も惜しまないという求道ぶりも相当なものだと思います。美味しいと評判の店にはずらりと行列ができることも珍しくありません。並んで待つ苦痛も厭わず、むしろそんな姿を自撮りしてインスタに投稿し、美しい思い出に変えるようなたくましさがあります。大きく生まれ変わろうと提案しているのではありません。本来の自分を取り戻せばいいだけなのです。そう考えれば気楽にチャレンジできると思います。最後に、もう一つ可動域を広げるためのとっておきの方法を紹介します。それは食文化に絡む話ですが、最低でも年に1回フグを食べてみてはいかがでしょう。フグというのは、毒があってですね、それをみんなが食べられるようになるまでにはですね、相当な何人もの人が、亡くなっているわけですね。そういう人こそ、本当は真の勇者だというふうに斉藤隆さんは言ってます。でフグを食べるためにぜひその格闘の歴史に思いを馳せていただきたい。そして現在の自分と比較してほしいと、自分は今何にチャレンジしているのかと問いかけてみると、そのフグの美味しさも手伝ってもう少し頑張ってみようかという気になれるはずです。人生は偶然の出会いが必然の出会いに変わっていくプロセスの繰り返しです。それをいかに楽しむかが人生100年時代を充実させる秘訣だと思います。斉藤隆さんは可動域を広げる最も有効な手段が読書だと言っています。読書というのは知らないことを知るという、世界観が広がるということですから、人生観まで変わるということもあります。じゃあ今日は